こんにちは、マックス鈴木でございます。私は本日、山梨県都留市というところに来ております。で、本日お邪魔させていただくお店がここなんですけど、ここ、もぎこばさんっていううどん屋さんでございます。でですね、本日やる内容なんですけれども、焼きうどんで、こちらのお店の通常メニューにはないんですよ。で、なんで食べるのかというと、このお祭りのシーズンとかですね、催し物があるとよくこう出店出るじゃないですか。で、荻窪さんも出店するらしいんですけど、その際に出すのはその焼きうどんということなので、出店限定メニューということになります。で、びっくりするぐらい売れるらしいです。なので、どんな感じなのか全力で楽しみたいと思います。総重量はこの後聞いてなんですけれども、まあ結構ありました。私言ったら結構迫力結構すごいと思います。なんで、その辺も込みでお楽しみいただければと思います。そんな本日はこちら山梨県都留市にございます荻窪さんよりマックス鈴木TVスタートでございます。暖かくなってきましたね。皆様、世間はゴールデンウィークなんですけれども、もうすぐ、くれぐれも事故にだけはお気をつけくださいね。はい、というわけで、もろもろの準備が整いましたので、今から始めていきたいと思います。こちらが荻窪さん特製の焼きうどん、総重量が6キロでございます。制限時間45分に設定させていただきました。一応手元にはですね、今回のこのペットのお水、そして、ナイフとフォークというナイフとフォークと皿、もういっか、ここまでも硬いけど、うどんもういいよ。じゃあ、すみません、よろしくお願いします。ご主人、大変恐縮なんですけれども、カウントダウンの合図を5秒前ぐらいからおっしゃっていただいてもよろしいでしょうか。はい、です。お願いします。5、4、3、2、1、スタート。いただきます。いただきます。まずはブリント、いや、この辺からいくか。先にネタバレしちゃいます、はい、すげえうまそうなチャーシューが入ってました。いただきます。神夢、荻窪さんで、そもそも僕、荻窪さんのもの超好きなんですよ。なんですけど、これ、和をかけて神夢、麺がまず超うまいのと、味付け、いや、このめちゃめちゃ和な感じですよね。和のお出汁半端ないです。多分今、広角なんでこの辺見えてると思うんですけど、このご主人でございますね。ワイフでございます。はい、おかみでございます。うん、これマジで超うまい。正直、グランドメニューに入れてほしいです。これ相当人気出ると思う。半端なくますね、この麺と具とこの味付け、この感じやばいですよ、これ。普通ソースか醤油じゃないですか。うんうん、それではないですよ。なんかかつお出汁かな。どうですか。で、ね、これ超マジ超うまいよ。超うまいよ、これ本当に超うまいし。でも戦いなんで、速さはもちろんこだわります。
これ本当にお梅さんと仲良くさせてもらってからとかするんじゃなくて、そういうのが関係あるでしょ。本当そういうの一切抜きに神うまい。これコンビニとかだったらバカみたいに売れると思う。これ本当にこれ、いやこれマジで超売れると思いますよ。ちょっとお話ししましょう、それ後で。お願いします。え、これ行列できません？普通に絶対できますよね。すぐ売れちゃう。ですよね。いや、これこうめちゃくちゃうまいもん、これ。あ、結構本当にやばいです。価値観ひっくり返るぐらいやばいです。超うまいです。やっぱり炒める具合もうまいんでしょうね。そして食べやすいです。結構麺はしっかりしてるけど食べやすい。いや、これほんとうめえわ。冗談抜きにもみんなさんにお勧めしたいし、いや、これ専門店もあっていいぐらいと思う。本当にただただ幸せな感覚です。どの辺からしんどくなんだろう。なんか重いっす。なんかこんぐらいのイグアナとか多分いると思います。それぐらい質感がすごいある。チャレンジ成功させたいんでこれいきます。うん、めちゃくちゃうまい。うん、ちょっと薄く切ったらいいかな。あ、これめちゃくちゃうまいっす。歯ごたえちゃんとあるんですけども、赤身のサクサクっていう部分と、だから結構できてそんなに経ってない。うん、サクサクうめえ。すごく美味しい。なるべく切って食べた方が顎への負担は少ないかな。肉バナタイプ人気すごくて、今日定休日なんですよ。ご協力特別にいただいて本当にありがとうございます。
客様がひっきりなしに来てるのが本当わかる。うまい豚。これどういう感じになってるんだろう。やっぱ顎くるのかな、やっぱり後半。最後のお肉とかかき集めるように豚は1個残しておきます。こういうあのなんだろう、材質っていうんですか、金属でも豚を挟むことにより嫌な音もしないし、ちなみに販売される時ってごめんなさいね、あのこのうどんってだいたい一人前おいくらぐらいで、そのお祭りとかではご提供されてるんですか。はい、一番550円。絶対食べてほしい、絶対食べてほしい。少なく絶対それ以上の価値あります、これ断言しますもん。ありがとうございます。焼きうどん神うまいんだけど、この辺のね、お肉が問題なんですよ。これ卵パワーはね、後半使った方がいいと思う。多少このまろやかさというか、その、なんだろう、潤滑油になると思うんで、その喉通りというか、いけるうちは多分自力でいった方が絶対いいです。今気づき始めてます、僕思い出し始めてる、うん、吉田のうどんってこうだっていうのを気づき始めてます。普通に持って帰りたいです。3食分ぐらい。明日明後日とかの分まで。これくらい本当にうまい。Thank you.
今のところまだ美味しいでいけてます。圧倒的にうまいもん、本当に。
まだうまい。今日顎の調子多分相当いい。半分まだ美味しい。すみません、はい、ティッシュ的なのありますか。すみません、すみません。お肉が、神馬だから本当に。ああ、持つのがやっぱ均等ですね、これは。お願いします、そうですよ、これ。
僕は正直味の面で言うと卵いらないですね。それぐらいもうドストライクなんで僕この味が。あっても全然美味しいんですけど、僕はもうこれシンプルにもう出来上がっちゃってます。でもやっぱ顎調子いいと思う今
いいおお。
コクを、うまい。優しすぎるな、これは。
ごめんなさい。ああ、いや、あの味はめちゃくちゃ美味しかったんですけど、あのまだ美味しいって言わなくなったタイミングだったじゃないですか。あの時から急にきつくなって、その勢いよく食べてるわけじゃないから、じわりじわりってお腹いっぱいになってくるかと思いきや、ある程度のところから急にバコーンってきましたね。で、
こんな便利アイテムまで貸していただいたのに成功することができなかった。これは完全に僕の実力不足なんですけれども、ただ本当にマジでめちゃくちゃ美味しかったです。これは一人前でも十二分に満足できるぐらいすごい素敵なメニューだなと思いました。本当に美味しかったです。なんですけどやっぱ食べ応えに関してもやっぱ凄まじいものは、まあある程度の量までいけばそれはそうなんですけれど、やっぱこの吉田のうどんの特徴の一つとしてのコシがすごい良くて、それが美味しいんですけれども、大量になって最初は本当にねいけてたんですよ。あれと思ってこんぐらいかみたいな思ったの。正直ある程度のところからバコーンと本当に来て、そっからがどうにもこうにも最後の特に水の力とかもね強めに使ったんですけど、いっぱいでしたね。ただとても美味しくいただくことができましたので、もし山梨の、吊るしですとか、あと大月市とか、あの辺のお祭りだったり祭事とかね、お彦さん出されてみたいなので、もし、見かけた際はぜひ食べてみてください。本当に美味しいです。そしてまた食べたくなること確実、リピート率多分 130% 超えてると思いますので、よろしくお願いします。という本日はこちら山梨県吊るしにございます荻窪さんより特別メニューの焼きうどん6キロ45分チャレンジをやらせていただきました。ありがとうございました。すみません、本当に美味しかったです。マジで本当に美味しい。これはマジで美味しいです。本当に美味しい。あ、ちょっとこれ多分この後うどんがお腹で水とともに膨れていくタイム入る。僕は今日もう山梨から帰れません。バイバイ。